お疲れ様です。今日はですね、こちら限界突破シエダイリ呪文枯渇作戦やっていきます。というわけで、まあ、ね、限界突破シエダイ強いの弱いのどうなのね、みんなね、まあ、気になってると思うんですけど、マジで普通でさえ、まあ中の下、中の上、まあ中の中、中の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 下ぐらいな感じかな。なんか弱くはないんですけどね、あの本当に前も言ったんですけど、結局バーバリアンの介護官、バーバでいいやん。どう考えても金髪の方が5コスで使いやすいし、火力出るし、破壊力あるし、ファイボ耐えるし、まあそんなね、アド取られることもないしっていう、ババでええねんな。ババでいいんですよ。まあけど、まあけどね、なんかこの親衛隊は親衛隊で、なんだろうな、こういうオールブレイカーセパとかギャングセパとか、まあこういうデッキとの相性も良かったり、まあババでいいんですけどね。まあ、ババでいいんですけど、まあ、死んでも悪いわけじゃないよねっていう感じですよね。だから、ナイトとババが強すぎるがゆえに、親衛隊がヘッポコに見えると。そういった現象が起きてます。全然、はい、使えはするかな。使ってもいいかな。まあ、使わなくてもいいかな。はい、って感じです。強いんですけどね。結構、範囲攻撃にやっぱ弱いんで、親衛隊自体。バール中にウィザードネクロ系引いちゃうと、もうどうにもできないんじゃん。っていうのがよくあるので、そこだけ気をつけて行きたくての、今回はまさかの親衛隊対決って、親衛隊ロイホグかな。あれハイボ打っちゃいたいな。ソルコルはみ出して、呪文が知りたい。タル咲いてるんで、矢の雨じゃなきゃ、これ攻めディガ行ったら多分折れてたかもな。いや、ディガ行けばよかったな。ハイボタルかな多分。やーじゃない顔してるっすね。さあ、お互い親衛隊でロイホグいるかな。走るとね、でもやっぱ強いんだよな親衛隊。マスケとか対エレキとかにはすごい活躍してくれるから、走ると強いんですよ。よいしょ。さあお互いね、これどうする。こっからマスケドラパッパセパってファイブ使ってほしいな。マザネク最強にしたいんですよね。まあ、あっちにファイブ打とう。ホバリングね。いや、だから、死ねで強くね？全然普通に止まったわ。あれ？いや、思ってるより止まったな。ファイブ打つ予定だったんだけど。さあ、からの、いやー、まあ、HP ね、そんな高いわけでもないんで、今のが入りはしないです。ソウルコールはみ出し？あ、バッテリー 20%！ 絶対、勘違いした人いる、ごめんね。柔軟するのめんどくさいんですよね。マジで充電2、3パーになってから、充電するかってなるんで、よくこのね、現象は落ちるんですよ。まあ、豚から対応した方が良かった気がするけど、これ、フルカウンターでさえ、ファイボタルだと、この超絶呪文枯渇デッキ、止まんの。タル使いたいです。延命しつつ、延命できないか。ごめんなさい。ディガーまで行っての、ファイボまで行っちゃう。オールブレーカーも入る、ブダも入る、スケもはみ出ちゃう、おいおいおいという感じのね。まあ、死ねないいるんかって話なんですけども、まあ、いなくても成り立つデッキでさえ、元がババなんでね、このデッキ自体ね。そう、全然いなくても成り立つけど、まあ、親衛隊でもいいかな。まあ、親衛隊の他のメリットで言うと、まあ、スパーキーとか、最近ちょっとゴブジャイも強くて、ゴブジャイスパーキーとかもいるので、そのスパーキーに対してはちょっと受けとしては優秀とか、あとは使いやすいかもね。もうしょっぱなこれ支援隊セパして、まああとも祈るみたいなこともぶっちゃけできるから、そういう部分では使いやすい。うっとー、ゴーレムにうっとーですね。珍しいやろう。いやー、これね、守ってくれないんだよな。となるとだいぶね渋いが、大体範囲攻撃だ。あ、やっばそれ。ちょっと待って、マジやばい、マジで。マゼネクにザップか、ワンチャン先変わんない。いや、でもこれなんかすごいことになりそうだね。なってるよね、もう。なんならソウルコールあります、てか豚もあります。え、これすごいことになってるよね。もうどう見ても引き取り次がありだな。文句やっつけとし、いや、もう殴り合い、なんもねえ。お互い
で相手のドアあれ許さん落としたい。えこれキング折れるんじゃない、まあ、やばすぎ試合いないよ、ぐっちゃぐちゃやん。さあもうお互いね、俺は守れてますけどね。フルムシ全然めきたな、やばいね、えぐい、えぐい試合ないよ。これはちょっと参考にならないな。親衛隊ね、相手が範囲攻撃とか、まあダクネもなんかちょっとやだけど、まあダクネにはスケドラマザネクが生きてくるって感じか。そう、初っ端親衛隊雑に割いていきたいな、正直。さあ、ナイト。まあやっぱ一番多いのはナイトかな。限界突破、今ね。そう、結局何限界突破したらいいってなったら、まあ今は間違いない、くんナイトでさえ。まあ親衛隊でもいいけど、おすすめはしないな。ババドームがいいし。おお、そう。これなんかもう攻めちゃって、あ、なんか数がずれた。親衛隊の数が。でボンバーオンのなんで、こういうのには良くないけど、お、スキドラ優秀。さあ、ゴブリンが入る。オッケー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 。オッケー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 。で、このナイトどうしよう。ちょっと待って。ナイトやだな。まあ、スケドラ回しながら、いやー、まあこれ、ナイト早くしばきたいな、先に。ナイトしばいて、待って、ナイト、ナイト、ナイト。これ、限界突破してないナイトに行かれる。589なんで、正直これ、無視して、来ないかな。この親衛隊さ、ボンバーに走れたら超強いんだよね。あー、まあ無視してきますね。悩むが、まあセパでいいか。なんかセパしてこのデッキの立ち回り A だと思います。もうセパしてセパしてセパすんねん。でボンバーをディガーでしばくっていう。よいしょ。でもう攻める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 。でこれキング折れないんで、俺別にバルーン無視してもこれで、ああチンパンしてんの俺だったか、もしかしてこれ。うい、いや新エデンの火力がさ高くて、あれ新エデン強いか、もしかしてもしかしてラバリンが強い、ラバリンだけちょっと強いんだよ。なんか新兵隊ギャングいいな。新兵隊セパスケドラセパギャングセパオルベルカセパして、まあなんかウィザードとかファルチとかいればそこにディガーぶっ刺してあげれば、あらどうしたのみたいな。いや今のいいな、気持ちいいな。やるか。あーマザネクいるとミラー対決の可能性もまあちょっと出てくんな。やだなミラー対決、こういうデッキのミラーってもう分かんねえもんな。いや結構冗談で言ったのに本気や、本気でミラー対決じゃない、分かんねえ、ま、一応新エテログもあるマザネクの、あんまいないと思うんだよな。スケドラの方が良かったのか分かんないんですけど、まあ、呪文と相談して相手の。おお、いや全然違う、普通にゴブジェきた。まあなんか呪文あるしな。さあレイジ、いやレイジ強え。てかゴブジェイスパーキーじゃね、普通に。これタゲがなんか事故れば結構いい感じに、あーなりませんでしたね。はい、まあでもこれに対しては新兵隊が一応あります。新兵隊しかありません、ちなみに。ああでも相手も新兵隊だった、忘れてた。これむずいね。あ、でも俺の親衛隊、あザップ嫌だな。走れ走れ走れ、走らんか、走れ走れ、ナイスナイスナイス、あ走る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 。あーでもレイジでいかれる。あでもダメージ意外と抑えてんな。てか親衛隊スパーキー嫌だね、親衛隊スパーキーがちょっと強そうだ。そう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 、まあマザネクを気をつけて。あれスパーキーおったっけ、おったよな俺の記憶がやばすぎて。
おお、洒落てる。おしゃれめくる。これでも攻めちゃって、ここでスパーキーね、この出てる間に、そう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 、やっぱ出した瞬間ねエリキさんなくなるんで、この間にしばいてあげて、いいよ、早めにしばくか。でこれ防衛ディガーも行こう。レイジがね、レイジザップだったんで溶けちゃう。オッケー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 。さあ、でしかもこれなんと新鋭であります。これミニペとスパーキーの受け身に対してだけ超優秀です。ミニペついよー。はい、いやでも意外と新鋭で流行ってんのか。まあ今出たすぐっていうのもねあると思います。みんな試してるからちょっと多いのもあると思うんですけど、まあでも使われてそんな家じゃなかったな。なんか、やばい、タワー折れたかもと思ってたけど、1000ぐらいしか受けてなかったんで、なんかそういう部分では、ね、ロケット押しとか、ロイジェンみたいな、いやもう、ぶっ壊れやないかい、はないかな。そこがまあ救いでは。さあ、まあ普通に守っちゃったな。もったいないかな。まあいいか。で、マジアチ来たら即敗北で、今回はマジアチオールブレーカーかな。一応やりこぶコウモリ型もあるけど、さあさあさあ、まあこういうデッキに親衛隊が刺さんないやんって話ですよね。けど勝つんですよね、周りで勝つ。スケドラマザニクは今回の間にちょっと刺されそうなんで、この周りのカードで頑張っていこう。で、絶対マジアチ来るから、そうね。さあ、マザネックの木がちょっと辛そう。やりゴブとかなんだよ。あ、ボムあるからな。どうするかな、これに。親衛隊だけちょっと悩む。これちょっとだるいぞ、相手。このスケドラの処理が、意外とだるいんじゃない？と思って、行っちゃったけど、ナイトで終わると。あー、これ攻めウッドまで来られるととか思ったけど、てかマザネクのエイム良すぎ。そっちからウッド使いたいよね。じゃあこっちはみたいなね感じで、さあウォルベーカー入る。エリクさん間に合わない。いいね。でもこれディガー来るとちょっとだけ怖いな。まあ耐えて、新衛隊出さなきゃいいんでね、いらなかったら。ね、欲しそうな時だけ。あの、このナイトにはちょっと強そうな気がする、気がするだけ。これまあウォールブレイカーぐらい、入らないんだ、強っ。でまあボムの竹取れたら理想でしたけど、そんな強く取れない。さあ、これでまたセパレートタイム。セパセパセパ、なんでセパしてないん。でも右がカツン入る、微妙に殴ってる、微妙にね。エリアド取ってんだよな、これちょっと。新エタ一回捨てるわ。新エタ捨てるって何っていう。一周目ね。でマジアチャを飛ばしに行く。延命されたらもう敗北つけど、いや、いいね。で、これは、まあ、まあ、ボムに基本突破できないんで、いいんですよ。全然。これは、まあ、この予定なんで。捨てなんで。で、オールブレーカー来るよね。さあ、で、しっかりカバーもして、いや、いいね。からの、まあ、ここは、ボムあるんで、一旦捨ての、ナイトだけね、しばいて。今ね、ボムないから、端前親衛隊も、ちょっとあり。こういうね。で、ウォールブレーカー行って、まあ、回るかな？回っちゃうよね。回っちゃうけど、みたいなない？親衛隊走れるやん。縦が剥がれたらね。縦剥がって襲いまくれ。襲いまくれ、襲いまくれ、襲いまくれ、襲いまくれ。まあまあ。そっち帰ってくる。これ、なんか、マジャンチャンないときそう。いやー、痛いね、痛いね、痛いけど、ウッド使った。ちょっとだるそう。これ豚になれば、豚にならない、豚にならない、豚にならない方選ば、まあ、ならないか。え、美味しい。それウ
あーそれ強いな。延命方法なかったわ。その角度で射抜けんのやばいな。攻めるしかない俺。待って、まあ入ってるよこれ。ゴルブリンも入りそう。うーい、あぶねー、マジで親衛隊らんにゃんってなる。対ボムだとね。対ボム、対ボムやばな。範囲攻撃なんか HP 高いんで入れるだけできついもんな。まあとはいえ頑張ってたな。とはいえ可能性があるのはね、まあ大事ですから。限界突破しねえだよね。音気持ちいいし、そこだけ。さあ1回目ちゃっちゃ消費するか。おー、結局なんかね、限界突破して走れるときが、突進があるときは強いんでね。それまではまあそんなみたいなとこある。なんだこれ、ホバリングディガーゴブリン、ラーブビャーもあるが。おー待って、これミスった。なんでスケキン出たん、意味ないってそれ。まあセパレートしとけばあとなんとかしてくれるんじゃねっていうデッキなんで。いやーマジ同じガチ同じプランあるこれ。いやー呪文してかったけど、いやちょっと違う、ちょっと違うけどマジで同じようなもん。最強できそう。おー、マジで近いな。新鋭隊、マザネク、ホバですね。スケドラジャンクとホバで、こういうデッキは強いんだろうね。システム上。新鋭隊と合う。ゴールブレイカー行くとどうする、これ。うざそうじゃない、下にいるからね。あー、いいゴブリンですね。うーん、いいゴブリンだ。さあ、これ、ネクスト。お互い限界突破新鋭隊なんですよね。おっぽい。ちょっと美味しいか。これどこに呪文打つかがすげえ大事になってくるな。まあ一旦出して考えるか。俺することはセパレートです。はい、セパだけ一旦することを考えて、ゴーストいるからギャングがね。いやこれギャングがさ、いや考えるな、いけいけ、まして考えるから良くないんですよクラロアって。考えずに、マジで全無視。マジで、本当に。ただ全部セパレートしてるだけ。で、綺麗に守られるよね。そりゃそうか。まあまあ。まあ、言うて。これやばいかな。止まる気もしたし、止まんない気もしたから、ファイブ打っちゃった。ビビっちゃったな。相手ポイズン持ってたしな。ボープ使わしたいね、これで。マザネクはディガーでしばきたいけど、ああめっちゃいい、めっちゃいいポイズン来た。さあこれね、ダメージを受けないことが大事になってくるね。受けなければ勝てそう。セパゲーか、なんかセパしとくと相手さちょっときつそうじゃない。ファイブ打っちゃって、うい、マジセパしてるだけではある。セパしてるだけ。ウォールブレイカー、うわー惜しいけど豚ラッシュ入る。結構やばくない、なんかこのデッキインチキか。あーまあさすがに、いやはい待って、なんか遅い。痛いけど逆に死にて走れる。えこれめっちゃ強い、あります、走るでー、これえぐいぐらい走る。あーでさすがに消えない。ギャング追加とかこれ微妙ですか。ドールブレイカーすり抜け、新兵隊が走る圧あんな。相手の別に新兵隊そんな怖くないけど、ああまあさすがにこれはファイボー。よし守るだけ強いぞ。足前新兵隊やだな。まあまあまあスケドラでかまればいい。ガチで同じようなデッキしてんな、すごいね、近すぎる。でここにマザネが来る。
さあグッドゲーム、これは全てがさあゴブリンも読んでマズニックも出していくと止まらないのよね。セパレート欲しいなこのデッキ。もしかしたらすごいね、本当にほぼセパしてるだけ。新鋭大セパ、スキドラセパ、ギャングセパ、ウォールブレイカーセパ、マザネク真ん中、リガーは相手の遠距離と。なんかいいなこういうデッキ、マジ好きなんですよね。あーんごめんなさいママ、体でお願い。これ耐える、あ耐えんのかい。2発でぴったし、まあもうこういうのいい、求めてない。あーマジで求めてない。うわー、たまにいるヤンキーデッキね、だいぶヤンキーだな。施設がないしババもないから、こういうデッキはね本当に嫌です。ボンバーとかいそうだけど、さすがにこれはソウルコールしていいな。いやーっていたもんね。変なの生きた。迫撃限界突破するんでしょうね、間違いなく。うわーなんか嫌だな、なんか普通に嫌だな、普通に嫌だな。まあ一旦逆出してセパの、まあ耐えながら攻める。いやこのボンバー強すぎる、嘘やん。え待って、え熱い熱い、これガチ熱いで、豚に取るね、使ったもんねさっき。あ一本折れる、一本折ってほしいな、これ絶対リガー行くべきで、消えたいっしょ取るね。あすけ、折ってほしい、折ってくれても折られるけどね、折ってもくれないのか。いや待てよ、120これさちょっとでかくない、なんなら豚で頑張れる。いやーどうだ、5あります、5隠していこう。よしでボンバーをしばきたい。え美味しい美味しい美味しいからの、あーなんかすごいことになりそう、大丈夫かな。これまあ守れないんでね、守れないんで仕方なくて、でもスケドラ飛んでる。いやーどうだこれ、全然頑張りはするけど、頑張りはするけどみたいなね。本当にこのボンバーだけ、いやボンバーのこの竹取りガチでかい。ソウルコールもしてからのオールブレーカー、えめっちゃいい、めっちゃいい、来てる流れが来てる、打っとけがないんだな。これ勝てんのでかっ、えらいきついね。ボンバーもきついし、背景がまあ新鋭大だしね、きつい。いやーいいね、でも勝ったわ。よし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 、新鋭大セパでやっぱ3体か4体で程よく守りつつ、3体か2体、まあ、プラスなんかギャングセパとかでこっちも程よく攻めれるからいいんですけど、なんで新鋭大ないかな今のこのサイクルでって話。まあエリコブル2体でラバ守って姉妹新鋭大インドラ来いで、あーインドラ来たのに噛み合わなかった、これ渋いです。まあでもヤリゴブリンでラバとかせるんで頑張ってもらって、頑張ってもらってファイブやめてほしい、ファイブだけやめてほしい、ファイブね。でインドラもちょっと、待ってこれ相手めっちゃるよそれ、マジでやってるよ、どう考えてもやってるよ。これなんか延命していい気がするな、インドラなんかコストがない、単純に
よし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 、まあ地味だけどね、この地味ダメージが意外と大事。いやーガスケドラだる、さすがにインディー。まあまあまあ、ここは焦がしてもらって、こんがり炭火焼きと。いやー対空これむずいね。なんか親衛隊ギャングのセパが強い、相手のババアどうだろう、突破できるかな、絶妙だな。ここでババ使わすか、先に使ってくれたら嬉しいな。うわーめっちゃいいラバ受け、ラバル止まんないんで逆に来てくれたら嬉しい。ファイボだしねこれ。あーそれ一番嫌な立ち回りですね。ババアがねこれ突破俺できるかな、親衛隊の能力どんぐらい最強かをねまだ理解できてないからね。いやババ強いな完全にババが上位互換すぎる。いやでも一本は折れるんですよね、だから攻めの回復強いなこれデッキ。しかもファイブ使ったマザネック出しながらの、よし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 、いい流れすぎる。なんかスケトラしかもどっか行ったわ、いや帰ってきたわ、なんや延命して、これもう攻めてあげて、相手だってこれ守るしかないでしょ。嫌な目使う、これいいね。まあファイブ使うけど、なんともう一回マザネックいきます。でスケ金からの豚もいるとインドラで対応もむずい。え？これ熱いぞ。ファイブさすがに打つ。やな雨防衛サイクル、この流れがもうね熱すぎてやばい。新衛隊は一旦休みです。ちなみに新衛隊は休みで、いや一旦新衛隊出してみるか、走るしね縦剥がれたら。さあセパレート最強、ちょっとキングも意識していくっていう、このこれなんか出たら一緒にね。さあうーいからのカトン、うーい気持ちいい。あれ親衛隊がラバに強い、新しいギャングがいい味出してるか、親衛隊ギャングね。まあなんか攻めカード多いんでこのデッキ、ユニット多いじゃないですか、施設とかないし呪文も5だけだし一生攻めれるから、まあ、相手はこうねやっぱ何枚か呪文とかラバとかバルーンとかがあるときにそういうことされると苦しいよねがあるから、もうしょって深夜帯いってらっしゃい。どうにでもなれー、ペッカカモエサフィッシュ、本当に言い過ぎか、そんなことないかい。はい、マジで全コスセパレート本当に真似しない方がいい、でも勝てればいいかな。はい、まあこれはなんだこっち固めて、あーいいエレキすぎるね。ペカ解きました、えいナイス。いやでもエレキ、タルかタルガゴ、ちょっとペッカにしてはレアだけど何なんだろう。でもペッカ新エダレナも溶かせそうだな。うわーロケット欲しいんのかよ、なんでこれ芝居てほしいな、マジ本気で。よしよしよし、いやここだけ芝居たらあと何でもいいかな、ぶっちゃけ。まあ呪文まずねチェック、これで、あーそれきついな、全然きついな。ラムライダー止まらんやん。まあでもこれ樽咲いたし、このセパレートちょっと強い。いやー、おお、そっちに咲いたら、これ、親衛隊が走って全然走らんやん、あいつ。縦剥がれると走るんでね、縦剥がれてないと、全然普通の親衛隊です。まあ、HP と火力が 10% 上がってはいるんですけど。そう、まあまあ、追いついた。ロケコ嫌だなー。キング起動できそう、でも。スケキンもったいないかな。まあまあまあ。
ラムライダーの突進のリセット方法がねマジないから、ファイボ使うかもう即出すよユニット。やべファイボやべ、おいオッケーオッケー。いやしかもこれ近畿道もできてるし、こっちサイドね多少共有できるんだよ。俺の本命はねこっちなんです。そうこっちを守んないといけない。あやばいそれガチで忘れてた。でペッカはあの散歩付きっていう趣味があったらしいんで散歩してあげて。オッケー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 、うー守って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 豚をまずは育成していくよ。いやいいね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 。まあロッキー砲とか厄介ですけどね。ディガーファイボールしばきながらペッカはさすがに勝ちたい。親衛隊もギャングもいるわ。まあ、親衛隊そこしか活躍することないしね。一番一緒いのがペッカだと思う。さあというわけで限界トップ親衛隊、いや意外と強かったな。てかまあ対ラバに対してこのデッキはすごいね、多分相性が取れるとかがあるから強いっていうのもあると思うんですけど、まあ、このデッキの完成度多分だいぶ高いと思うので皆さんもぜひね支援で限界突破してやってみてください。よければチャンネル動画もお願いします。お疲れ様でした。またね。